皆さんこんにちは。教えて孫育てリポーターの高松です。次の世代を担う子どもたちが地域の中ですくすくと育つように、このコーナーではさまざまな子育て孫育ての耳寄りな情報をお伝えしていきます。今回は防災風水害編ということで、子どもを災害から守るお話を松阪市役所防災対策課大西さんに伺います。大西さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、大西さんは防災対策課ということで、日頃どのようなお仕事をなさっていらっしゃるんですか？はい、防災対策課の業務としては、主に松阪市の防災対策の根幹となる松阪市地域防災計画の策定や災害用備蓄品の管理、防災啓発など多岐にわたっています。大変ですね。でも市民の安全安心のために頑張ってらっしゃるんですね。はい、ではですね、最初にお伺いしたいことなんですけれども、近年の台風や大雨というのは頻度が多くなったり激甚化しているように思うんですけれども、これはどういった原因なんでしょうか？はい、そうですね、私たちが住む日本の気象状況は少しずつ変わってきているんです。地球温暖化という言葉を聞いたことはありますか？災害の激甚化はこの地球温暖化などの気候変動が影響している可能性があります。天気予報で皆さんがよく聞くワードとして、線状降水帯や記録的短時間大雨情報のような大雨の出現や予想される現象が近年多数発生しているのは皆さんも感じていただいていると思います。地球温暖化が影響している可能性があるんですね。では台風が近づいてきて大雨になりそうな時、私たちはまずどういったことを行動すればいいかとか、まず何を備えればいいかというのを教えていただけますか？はい、わかりました。日頃から台風などの風水害に対する備えとして、夕食を食べながらでいいので家族で防災会議をしましょう。まず初めにすることは、洪水ハザードマップや土砂災害ハザードマップを確認し、我が家がハザード内に入っているかどうかを確認しておきましょう。またスーパーなど日頃からよく行くところも確認しておくといいですね。次に避難先や避難経路、避難方法、避難するタイミングについても考えておきましょう。また日頃からの準備として、非常食や飲料水、停電に備えて懐中電灯や携帯電話の予備バッテリーを用意しましょう。非常食などを車に分散させておくのもいいでしょう。普段から話し合って家族で防災に備えるっていうことが大事なんですね。そうですね、一番大切なのは早めに避難所などの安全な場所に避難をすることです。避難するときに道路が冠水して膝まで水に浸かって歩いたり、車のタイヤ半分くらいまで水が浸かっている道路を走ったりすることは非常に危険です。またご自宅にいるときに水が床上まで上がってきたら、畳や家具も浮いてしまい、家の中で身動きが取れなくなることもあります。そのような時は無理に外に出ては危険ですので、家の2階などに避難をしてください。なるほど、早めの避難行動が必要なんですね。もし災害が起こった時には慎重に行動したいと思います。はい、これからの季節は台風や大雨が発生しやすい時期です。日頃からの備えを万全にし、命を守る行動は躊躇せずに行う、これを忘れずにお願いします。またこちらの災害に備えるバージョン2という冊子を令和3年に発行しています。この冊子には、いざという時にどう行動すればいいのか、その時に備えて何を知り何をしておけばいいのかをまとめていますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。よくわかりました。
まあ、一番大切なことは家族で防災について話し合って、その中で子どもさんに命を守る行動というのを伝えていかなければならないかなと思いました。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。いつ起きてもおかしくない大規模災害、何の備えもなしに子どもを守れるほど災害は甘くありません。誰一人として災害の犠牲とならないよう、家族そろって生き延びるための対策を始めましょう。それでは今日はこの辺で、また見てくださいね。さようなら。